魔王なんかにやられちまうようなやわな人たちなんでですか。いやでもね、主人公に至ってはね、皆さんを信じてやれるのは、なんか体貫かれましたし。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。はぁ、沈んでゆく。ね、なんかめっちゃ思った以上にすごい衝撃やったね。そりゃあんな勢いで山とか崩れてったら世界中ぐしゃぐしゃになるわって感じ。これは過去の記憶か、うん、おやおや、眠れないのかい。なんか懐かしい。すごい。お母さん、本当の親ではなかったんよね。さてはエマちゃんと喧嘩したね。お、そうよ、エマちゃん。だってエマが僕の頭を叩いたんだ。エマちゃん、ちょっとふざけてルキに眉毛を描いただけなのに。ルキは犬やったよね。白と黒の犬やったっけ。笑い事じゃないんだ。見てよ、大きなタンコブができてる。それで、あれ文様すごい目立つね。左手の手の甲にあるやつ、あんだけくっきりさ、直接皮膚に模様が浮かび上がっとったら確かにちょっと怖いかもしれない。これからも同じようなことはきっとある。だから今から言うことを覚えておいて。どんなに嫌なことがあっても、苦しいことをされても、ただやり返すのはかっこ悪いことだよ。なんかめちゃくちゃさ、ビアンカカラーじゃない。こんな感じじゃなかったっけ。僕はエマと仲直りしたいんだ。ビアンカの服こんな感じやったよね。僕はどうすればいい。まずはきちんとお話をするのさ。その人が何を感じて、なぜそうしたのか。見た目結構若そうなお母さんやのに。そしたらきっとその人のことが見えてくる。声がなんかすごい貫禄ある感じ。それからあとはとっても簡単。笑って握手をするだけさ。いいこと言ってるね。さすがあんたは私の子だ。さ、もう眠る時間だよ。やっぱ声つきになったらさ、いろいろとイメージと違うみたいなのあるけど、すぐに慣れるね。おやすみ。何も怖がることはないさ。靴は履いたままなんね。朝が来たら全てが良くなるよ。おやすみ、おやすみ、大樹の子らよ。静かな、静かな夜が来た。あ、こういうのね、メロディーわからんもんね。光のボイスついてなかったら。目を覚まし、闇を払って、光の明日が来る。音楽が流れよるわけでもないけんね。勇者は見つかったか。そろそろ目覚める。魔王様、世界中どこを探しても勇者の姿は見当たりません。これは気配を察知できんなったけんやっけ。その勇者の証みたいなのがなくなったけん。死んだか。勇者はもういない。この世界、我のものなり。迫力がすごいな。誰、何、めっちゃ綺麗。ついに魔王が動き出した。あ、おったね。おったね、そういえば。絶望の闇に包まれた、うんうんうん、人魚のとこのよね。世界の各地から、かすかな、ここはまだ、されど一応闇に抗うように輝く光を感じる。今のところ地上だけなんよね。この光は一体。希望の旅芸人、何？称号？
そういうことじゃなくて。あ、もしかしてなんか、キャラクター、サブキャラクターというか、のメインの話に移った?ってことやね。そうや。なるほど。一番最初はここなんや。どうなったの?あ、そっか。一番最初に合流したのここやったっけ?そういえば。ここは、一体、どこ?一番最初なんかすごい崇められて、ダンサーみたい、え、それは、ここじゃなかったっけ?私、まだ生きてる。はじめましての時やった?なぜ?記憶がいろいろと、ごっちゃになっているな。あ、来たよ来たよ。何ちゃんやったっけ?姉さん!シルビア姉さん!アリスちゃんや、アリスちゃん。しっかりしてください!姉さん!姉さん!しっくりくる声だね。お、救われた?シルビア姉さん、ここにいたんでガスね。え?ええ、ちょっと深呼吸をしたくて、船室でじっとしていると嫌なことばかり考えてしまうから。なんですぐ見つけれたんやろう。元気を出してください。アリスちゃんも一緒に同じ場所に吹っ飛ばされたとかいうわけでもないよね。シルビア姉さんの悲しそうな姿を足はもう見てられないでガスよ。何、シルビア探知機的なものがついたの？たまたまアリスちゃんに発見されるとかある。魔王ウルナーの凄まじい力の前になすすべもなく、私はもう死んだと思ったわ。でも私はまだ生きていて、目を覚ましたら世界は闇に落ちていた。てかどうやってみんな地上に落ちてきたんかもよくわからんねやけど、その辺は。アリスちゃん、私不安で仕方ないの。助かったのは私だけで、みんなはもういないんじゃないかって。全員無事なんかな。姉さん、失礼するでガス。殴られる。パターン的に。あの人たちは、姉さんの仲間は、魔王なんかにやられちまうようなやわな人たちなんでですか。いやでもね、主人公に至ってはね、皆さんを信じてやれるのは、一緒に旅をして世界のために戦ってきたシルビア姉さんだけなんですよ。めちゃくちゃ貫かれて中から取り出されたけんね。あれで生きとる方が怖いけどね。現実なら。アリスちゃん、私がこうして生きているんだもの、みんなもどこかで生きているかもしれないわ。いつまでもメソメソしていられない。あの子たちに会った時恥ずかしくないように私頑張らなきゃ。それでこそシルビア姉さんだ。足はどこまでもお供するでガスよ。ことはここそうと決まれば行動あるのみよ。まずは近くの町へ船を止めて、世界の様子をこの目で確かめましょう。こんな暗い世界だからこそ、私たちにしかできないことがきっと何かあるはずよ。あのポンポンすごい邪魔そうやな。ここから一番近い町といえば港町ダンハルーネデガスね。あら、ちょうどいいじゃない。それじゃあダンハルーネの町を目指してシルビア号全速前進。船はすごい綺麗な状態で残っとったんやね。ね、めっちゃ綺麗じゃない？どこも壊れてない。さて、ダーハルーネの町に着きやしたね。この町は世界中の名産品が集まる貿易都市だったでガスが、あんなことがあってさすがに以前のような活気がないようでガスね。とりあえず町を回って町の人に話を聞いてみましょう。さあ、行くでガスよ、シルビア姉さん。やっぱり主人公と合流するまでの話が、なるほど、やっぱ気になっとったもんね、あれ。めちゃくちゃ絵に描いたような落ち込みを。もうダメだ、ダメだよ旅人さん。命の大樹が地に落ちたあの日から世界は混乱の渦に飲み込まれてしまって、商人たちも貿易どころじゃないし、町はすっかり活気をなくしてしまった。町が荒れれば人の心もすさむもので、太刀の悪い盗賊団まで現れる始末。この町ももうおしまいだよ。この町はもうダメだ。でもさ、比較的てか何も壊れてなくね。まああれか、今まで取れよったものとかが取れんなとったりとかするんやろうけど、
すごい、なんでしょう、クエスト？旅人さん、近頃町を荒らし回ってる土手頃一味って盗賊団には気をつけな。よそ者と見られれば真っ先に狙われるぞ。さっきも町に来たばかりに旅人が襲われて荷物を取られちまったようでな。北の広場の方に逃げていったよ。まあ、どう考えても地元民じゃない。アリシちゃんは馴染めるかもしれんけど。北の広場ね。オッケー。とか言いながら私、北とか南とかよくわからんねやけどさ。で、地図で見た感じでよろしいの？北の、あれか、北の広場。みんな超落ち込んでいらっしゃるわ。えい、はっ。ジャンプができた。イエーイ。これか。確かに、君も旅人って感じやね。君じゃなかったんかーい。めっちゃ歌いよった。あそこで海を見ている男の人がとても落ち込んでいるようだから、僕の歌で元気づけているのさ。おー、ダーハルーネ。灯台が照らす貿易の都よ。海をつなぎ、人をつなぐ心の都よ。あんなとこまで聞こえるんかな、この歌。聞こえてきてもうるさい気がするけど。あ、びっくりした。パンツ一丁かと思ったした。そんなことはなかったね。そこのしょんぼりボーイさん、どうしたのかしら。こんな陽気な感じで話を聞いてこられてもな。あんた見たところ、旅芸人か何かだろう。金が欲しいなら他を当たりな。俺は今一文なしだぜ。あら、それはダメよ。しょんぼりした人を一人にしないのが私のポリシーなの。悩みがあるなら私に話してちょうだい。少しは心が楽になるかもしれないわよ。ここでお金をもらわずに何かしら芸を見せるとかじゃないよね。もう見せられても困るけど、無一文になった状態で。やっと目があったわね。私はシルビア。お察しの通り旅芸人よ。俺の名前は一徹。盗賊、盗賊。里から来た鍛冶職人か。ゴロ情けない話になるな。虫のめせばいいってことやね。聞いてくれるかい。ちょっと物騒な感じやけど。ホムラの里、あの和風な感じのところよね。俺は長い鍛冶修行の旅を終えて、小さい男の子がやんちゃしよった。故郷のホムラの里に帰るところだった。女の子やったっけ？女の子やったかもしれない。だがその矢先、命の大樹が落っこちてな。命の大樹が落っこちるシーン、絶望的すぎん。心配で、なんとかこの町までたどり着いたんだが、俺の運もそこまでだった。最近、この町に現れた盗賊団、土手頃一味に荷物を盗まれちまったのさ。要はこういう、何？こういう感じの世界になった件、現れたやつらってことやね。それによ、あの荷物の中には、現実でもさ、言うやん。スズランが入ってたんだ。なんか、災害とか起きた時に犯罪を犯すやつら。もう一度おっかさんに会えたら、苦労ばかりかけちまったせめてものお詫びに、あのスズランを渡すつもりで、俺は。ああ、こんな世界やったら花も咲いてない件ってことか。なるほどね。お母様へのあなたの気持ち、痛いほど伝わったわ。でも植物はあれやけどさ、痛いしたかんだ。私たちが土手頃一味とやらを懲らしめて、荷物とスズランを取り返してあげる。そいつらがどこにいるか教えてちょうだい。土手頃一味なら町の南側にある値下げ合戦で有名な商人兄弟の兄貴の店で暴れていたような気がするが、この町の中におるんや。なんか洞窟とかにおるんかと思った。ありがとう。すぐに戻るから、ね、一徹ちゃんはここで待っていてね。さあ、アリスちゃん、行くわよ。旦那、気持ちは嬉しいがやめときな。シルビアの方はあれやけどさ、アリスちゃんみたいなの近づいてきたら怖くない？ただの旅芸人が叶うわけねえじゃねえか。後でそういうことなら安心なさい。私たちこう見えてもちょっとだけ腕に覚えがあるのよ。アリスちゃんも強いんかな。おてこあれやん、それぞれのキャラクターを動かしていってストーリー進めるのはいいんやけどさ、パーティー組めんけん一人ってことよね。大丈夫なん？てか装備とかは無事なん？めちゃくちゃ無事やね。全然綺麗なまんまで放り出されとったってこと？海を見ながら落ち込んでいた男の人、さっきより元気になってる気がするね。やはり僕の歌は人の心を打つ。私たちが今話してるのを見ていなかったのか。自分の歌のおかげだと思っている。
さっきと同じ曲かな。ちょ、歌詞をあまり見ていなかったからあれなんだけども。街の南の方って言ったよね。南の方の値下げ合戦で有名な兄弟の店。どこや知らんぞ。ん？どうした？さっきまでびっくりマークついてなかったのに。あ、土手頃一味ですか？彼らなら街の南側、入り口近くの露店にいましたよ。何やら荒くれマスクの天使を相手に大きな声で怒鳴っているようでした。人は争われば生きていけないのですね。そんなことは言ってはいけないよ。僧侶さんか何かじゃないのかい、君は。ね、穏やかに穏やかに行こう。どこやろ。どの辺の店っすか？入り口近く。この辺と、え？どこ？どこ？これか？いや、違う。いや、これか。なんか思ったより若いやつだよな。もっとなんか、アリスちゃん的な想像しとったんやけど。どうした？はん？見てわかんないのか？今は取り込み中なんだ。買い物なら別の店は当たりな。漏れ親って。おいおい、旦那、邪魔しないでくれよ。俺ちょっとこの店の店主とお話し中なんだ。用がねえならさっさと失な。そんなヒョロヒョロの。なんであんなビビっとん？え、店主なんであんなビビっとん？ムキムキやのに。一発殴ってやったら、よさげな感じするけどな。あなたたちが盗賊団土手頃一味ね。いってっちゃんから盗んだ荷物を今すぐ返してちょうだい。はは、盗賊団に向かって獲物を返すとは、随分と面白い野郎じゃねえか。だが、その頼みは聞けねえな。所詮この世は弱肉強食だ。荷物を返して欲しけりゃ、力ずくで取り返してみやがれ。かかれ！おお、街中での戦闘すげえ迷惑。注意でガス。あ、シルビア姉さん、足も一緒に戦うでガスよ。せい！いけい、一発。任しとけ。てかあれやね、ちゃんと広い場所に出て戦うんやね。その場じゃなくって。その辺の配慮はできるやつらっぽいわ。こういうのいいよね。なんかこの、戦闘には加わってくれて戦力になっとんやけど、体力表示されてないけん、絶対に倒れん味方。無敵じゃない？ちょっと失礼。ん？なんか体操座りしてる。これいろんな言い方あるよね。体操座り、体育座り、三角座り。最近ちょっと問題になっとったけど。シルビアは一徹の荷物を取り返した。ところで、シルビア姉さん。こいつらはお尻の骨に良くないらしいよ。まあ、そうやろうねって感じやけど。盗賊団なのに武器の扱いも戦い方も危なっかしくて見ていられなかったわ。やっぱほら、あなたたち、災害が起きたけん、なぜこんなことをしているの？ちょっとやってみた、ポットでの盗賊団なんや。俺たちはもともと海の男だ。誰も好き好んで、ぬすっとなんかやってるんじゃねえ。なんか左右の二人はそれっぽい感じもするけど、真ん中、めちゃくちゃ武装しとるよね。命の大事が落ちてからというもの。海には魔物が溢れ返って、港はほとんど閉鎖状態になっちまった。そっか、魔物だらけになって漁に出られんのか。生活は日に日に苦しくなって、今じゃ一日の食事になって満足にありつけねえありさまさ。こういうのってさ、モンスターを食うことはできるのかな。もう食いたいかどうかは別として。全てが変わっちまった。なんかね、助けてくれるやつもいねえ。食べれるんやったら、こういう極限の状態。それなら俺たちも変わるしかねえ。もう盗賊にでもなって生きていくしかねえじゃねえか。自分が苦しいけど人も苦しくさせるっていうのはどうかと思うけどね。ん？さあさあ皆様お立ち合い。私めが手にしているのは、公開処刑じゃないよね。硬くて鋭い鋼鉄の槍。本当の処刑。大道芸？それ。この音楽好きなんよね。はい。このすごい陽気な感じ。焼きたてをどうぞ召し上がれ。え、すごいほっかほかや。親分ちゃんも怖い顔はやめなさいな。お腹がいっぱいになったら忘れてしまった笑顔を思い出してみて。どこからゲットしてきたんやろ。待ってくれ。あんたは一体。なんかさっきまでより小さく見えるな。気のせいか。
ただのしがない旅芸人よ。かっこいい。うん、すごい明るい音楽になったけど、救われたのはあれよね、あのゴロツキたちだけよね。でもなんかすごいみんな前を向き出しとるけど、他のみんなに一体どういう影響があったのかしら。この人は悩みよるぞ。え、ドテゴロ一味を倒した？こんな暗い世界でもあなたのように誰かのために戦える人がいるんですね。私たちも自分のことばかりじゃなくて、苦しんでいる人たちのために何ができるのか考えなくてはいけませんね。まあ一応みんな悩まされてはおったってことなんか。なるほどね。一瞬私は一体何をすればいいんやろうって思ったけど、あれよね。一徹に荷物を届けんといかんのよね。いやー、パクっていくところだったわ、私。あ、おったおった。いつまでもこんな端っこの方におらずに引っ込んできたらいいのに。取り返してきたよ。旦那、無事だったんだな。もしかして本当に荷物を取り返してくれたのか？もちろん。シルビアは一徹に一徹の荷物を渡した。はあ、はあ、結構な束。スズランも無事だ。私一輪とかかと思った。違うんやね。これでたった一輪咲いてるスズランをプチッとみたいな感じかと思ったけど違ったんか。本当にありがとうよ。今はこんなものしかねえが受け取ってくれ。なになに、なけなしの荷物の中から。あら、何それ。ありがとう一徹ちゃん。え、何それ。大切に使わせてもらうわね。ぐるぐる巻きにされた。後でホムラの里に寄っておくんな。その時にはもっとちゃんとしたお礼の品を作らせてもらうぜ。あ、そっか、鍛冶屋さんなんやっけ。武器。それじゃあ俺は行くよ。シルビアさんなら大丈夫だと思うが、道中気をつけてな。あ、気をつけて。すごい重そうなもの渡されたけど。シルビア姉さん、どうしたんでげす？今の私にできること見つけたわ。この暗い世界を明るくしていく。私ずっと考えていたの。世界中のみんなが苦しんでいるこの時に自分には何ができるのかって。その答えが今わかったの。私、人助けの旅に出る。合流したのはこの町ではなかったか。一人で世界を救うことはできなくても、小さな人助けが集まればいつの日か世界を救うことができるかもしれないもの。とりあえずみんなの顔に笑顔をね。さすがはシルビア姉さんだ。足はどこまでもお供するでがすよ。うん、うん、いいコンビネーション。話は聞かせてもらったぜ。何、仲間になるの？え、ドテゴロ一味が仲間になりたそうにこちらを見ている。さっきの盗賊だ。あっしらに何の用でですか？こいつらか。頭に羽とかをつけて踊り寄ったのはそういうことじゃない？旦那、あんたと出会って目が覚めた。俺たち自分を見つめ直したいんだ。あんたの旅に同行させてくれ。てかあれよね、改心したとしてこの町は居づらいやろうし。無事に戻れるかもわからない厳しい旅よ。居づらいやろうし。覚悟はできているの？こういうところについて行った方が食料とかもありそうな感じするよね。もちろんだ。仲間が増えた。うん、私シルビアっていうの。これからよろしくね、みんな。よっしゃ。新たな仲間が3人加わった。全然名前覚えてないけど。それじゃあドテゴロちゃんたちにとってもいいものをあげる。一人一本ずつ手に持ってちょうだい。一人はモレオやったっけ。いやー、みんなとっても似合うわ。カラフルだな。シルビア姉さん、これは一徹ちゃんにもらったプレゼントよ。これが。どうせ旅をするなら少しでも賑やかな方が楽しいじゃない。え、これは俺に作ってくれたってこと？これをもともと持ち歩きよったわけじゃないよね。これで準備は完璧ね。それじゃあまずはこの辺りの土地を回って、元気のない子たちを助けてあげましょう。ねえ、ここをやっつけに行っとる間に作りよったってことなんかな。すごすぎ、スピード。作業スピード。よだすけ大作戦へ出発。ここからどん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 人が増えていくわけやね。その最初の3人なんや。ほ
い、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。